その人に地方の財源が減るからこの壁を突破する政策なんてやらないでくれって言ってる方もいるけど、そうじゃないよね。通信の大塚です。はい、大塚さんどうぞ。今議論している経済対策についての質問なんですけれども、はい、昨日政府から与党に示された経済対策の中にはですね、国民民主党が求めている、年収103万の壁見直しですとかガソリン減税というものが明記されない形ではあったんですけれども、こういったものをしっかり、明記を求めるのかと、あとはやはりこういったものがしっかり明記されない以上は補正予算への賛成は難しいということでしょうか。大塚さんね、今交渉している最中に賛成する反対するって言えないね。当然明記するべきだし、交渉はそこからもう始まってますね。自民党は明記しないところから我々はしっかり明記をして、で明記をすることが目的ではなくて、きちっと178万円ぜひ控除額を上げていくということですから。で当然自民党は自民党、公明党は公明党で、自公でも立ち位置違いますからね、これに対する、壁に対する、そういった中でまさに三者で交渉して、着地点を見出す作業を今、現場でやってますから、今、その交渉に入ってない私が、具体的な言及を避けたいと思います。当然、入るのは当然ですね。あとすいません、この間、国民民主党と与党側でですね、やはりその地方での減収について、意見の相違が見られるんですけれども、全国知事会の、村井会長もですね、到底この、地方が減収にな、地方の税収減になるので、到底賛成できないというようなことをおっしゃってますが、このあたりの見解改めてお願いいたします。我が党の玉木代表が MX テレビで村上総務大臣が全国知事会の村井会長にですね、発言を依頼したということを申し上げましたら、総務大臣すぐ否定してましたけど、我々ですね、今週の初めに大臣から全国知事会に連絡を入れているという複数の筋からですね、確認がされてますので、私であったんだろうと思います。ただそれがいい悪いではなくて、私は村上誠一郎さんという人は戦う政治家だと思ったけど、安倍内閣では与党内でもしっかり正論言ってましたね。でここはですね、私はその地方財源が悪影響を及ばさないようにやるのは当然です。私も地方の議会出身ですし、今地方の状況がどういう状況か、極めて財政的にも厳しいです。地方財政に悪影響を与えることは絶対させません。それはぜひ安心してほしいと思います。で、いろんな数字を出てきてですね、地方の財源が4兆円減る。だからやるなって論法でしょ。そうじゃないんですよ。地方の財源に悪影響を与えないように、ぜひ103万円の壁を突破して、地方の住民の手取りを増やしてくれって、全国知事会も、市長会も町村会長もですね、言わなきゃダメなんじゃないですか。役所の人に地方の財源が減るから、この壁を突破する政策なんてやらないでくれって言ってる方もいるけど、そうじゃないよね。地方に住んでる住民の立場に立ったら、絶対にそれは国の責任で地方財政には悪影響を及ばさない。だけど、頑張って地方で生活されている方々の手取りを増やす、減税する、それもセットでやれっていうのが正しい知事会のスタンスだと私は思いますね。しかし我々は絶対に地方に悪影響を与えないように頑張りたいと思いますので、ここは自民党さんも公明党さんも同じだと思いますから、地方財源に悪影響を与えないように手取りを増やして積極財政をやっていくということなんだろうと思います。はい、すみません、ジャパンインデップスの編集長の安倍でございます。はい、安倍さんどうぞ。お初にお参りかかります。いやいや、ですね、先ほど首長さんからの、住民税が減るという話もありました、はい、それ以外に178は財政に破綻をきたすから、もっと低くできないかというような議論がですね、あらゆるマスコミから、はい、それから、なぜか知りませんがエコノミストとか、アナリストとか、そういう人たちもいてですね、なんとなくですね、外堀を埋められ始めて、国民民主党としては今まさしく新馬さんがおっしゃっているようなことはですね、多くの今回投票した人たちは
分かってるし、だからこそ支持をしているというふうに思うんですが、はい、一層プロパガンダをですね、進めていかなければいけないんじゃないかという危機感を私は感じておりますが、はい、そこは幹事長どう思っていらっしゃいますか。ありがとうございます。最近ですね、いろんなよくわからない報道がありますけれども、確かに与党の後ろには数十万の官僚の皆さん、優秀な官僚の皆さんがついているかもしれませんが、我々野党の後ろにも多くの国民の皆さんがついています。これをやらないとですね、今ちょうど日本が好循環、好景気に転じていくかの私は分水嶺だと思ってるんです。ここでみんながですね、与党対野党とか、霞が関対国民とかではなくて、まさにこの瞬間こそですね、この30年間のデフレから脱却すると、それを乗り越える一番大事なポイントですね。だから取りすぎた税金を国民に戻していく。これはですね、今我々103万円言ってますけども、もう一つのガソリン税、9種類9兆円ですよ。で、都会の皆さんはガソリン税入れなくても生活できます。無論高いガソリン税は物価にも転嫁されますから、都会の皆さんにも全く影響ないわけではありませんが、地方はガソリンを入れないと生きていけないんですね。これ憲法25条の生存権の問題で、この103万円の壁や175万円、そして最低賃金も、すべての国民は健康で文化的な生活を営めなきゃいけないんですよ。ですから最低賃金が 1.73 倍だったら、生きていく最低限のコストのこの基礎控除も当然上げなければいけないし、ガソリン減税というのは、地方で生活されている方々は、ガソリンがなければ生きていけません。一家に一台ではなくて、一人一台プラス軽トラック。これがスタンダードですね。田舎の人が本当に高い税金を払って、歯を食いしばって地方で生きてるわけですから。今日もまた補助金を延長して、今度は180数円台で収めようという話がありましたが、やっぱ補助金行政ではなくて、減税すべきです。後から補助金で返すんだったら最初から取らなければいいんですよ。これはね、役所の論理からしたら、とんでもないというかもしれませんよ。ただその発想の転換をしないと、この国の政治や行政は変わらない。そのやり方でやって、30年間デフレ、1000兆円超える借金を作ってしまったんですから。で、我々は、それを非難するのではなくて、対決より解決で、共に新しい会を作っていこうと。こんなちっちゃな党ですけども、与野党とも、優秀な官僚の皆さんとも、一緒にですね、正しい会を、国民のための会を出せるように努力したいと思います。非常にタフなナゴシエーター私ですけども、国民の皆さんの声をしっかりとぶつけて、私は分かってくださると思っています。期待しています。お願いします。医薬経済社リスファックスの宮本と言います。はじめまして。はじめましてです。山本さん。宮本です。あ、宮本さん。はい、すいません。与党への、追加の要望として求めていた、医薬品の薬価の中間年改定の廃止についてお伺いします。はい。昨日自民党に示された、政府の現段階の経済対策の案では、脚注の方に中間年改定のあり方を検討という骨太の内容が盛り込まれるような、記載となっていて、ちょっとどう捉えていいものかと感じているところなんですが、細かいところの党内での協議、これからかもしれませんが、現時点での、受け止めを教えていただきたいのが1点と、あと、榛葉さんご自身の医薬品政策ですとか、薬価制度に対して、お考えがあれば教えてください。いきなり難しいボール飛んできたね。ぜひその点についてはですね、我が党の田村真美さん、そして河合貴則さんがまさに専門分野でやってらっしゃいますので、ぜひ今まさに議論している最中ですが、ぜひそちらの方にお伺いしてほしいと思います。ただ喉薬であるとかですね、痰切り薬であるとか、明らかにいびつな状況になってますから、そういった状況をしっかり是正しながら、視野がすべて薬価にいってるというですね、大きな問題もあると思います。そういった問題含めてですね、是正するところは是正していく。これもまさに安全保障ですよね。自国できちっと薬を管理できなかったら、
有事の際に大変になります。コロナ禍でワクチンがない、マスクがない、そして薬がインド中国に依存していると、そういう状況を打開するためにもですね、まさにその原点である薬価、この問題をしっかりと議論することは当然だと思います。はい、朝日新聞の笹井です。よろしくお願いします。待ってました。野球部。野球部。はい。まあ、先ほどの話にも出てたんですけども、はい、その国民民主のその、まあ、主張に対してですね、政府与党側は財源論で張ることによって、まあ、牽制してきているようにも見えます。うん、まあ、こうした、その、まあ、政府与党側の、論法について、まあ、どういうふうに思われるのか、そして、国民民主としてのですね、その財源論の、まあ、大原則、立場っていうのを改めてお伺いできますでしょうか。まあ、何度も言いますけども、これ財源論の前に、国民の生存権です。これは絶対遵守しなきゃいけないんですよ。財源があるからやる、ないからやらないというですね、だからやめろという論調ですけども、だって税収は上暴れてますよ。そして使い切れない税金が一昨年は11兆、そして7兆ですよ。外為特会のお金もありますね。それは継続的じゃないじゃないかっていうかもしれないけども、先ほど言ったようにここ数年が大事なんですよ。またデフレに戻っちゃいますよ、これ。ここでですね、やはりエンジン吹かせて、好循環のまずアクセルを回していくと。で、景気良くなれば、消費税も伸び、事業税も伸び、税収は増えるわけですから。で、その具体的な計算を全て野党にやれというのか、やはり共にですね、どういうところで落とせるのか。だから、今、政府与党と交渉をやってるわけで、最初からですね、これだけ減税になるから、もうやらないと、やるなと。これでは国民は、選挙で結果出てるわけだから、これやってくれという声が、これはしっかりとやっていきたいし、まずは、そういう姿勢でですね、私は望んでいくべきだと思いますし、ぜひ前向きに、ブレーキを買う交渉ではなくて、共に着地点を見出す交渉をしていただき、していただきたいと思います。以前は、まあ、我々は野党であって、まあ、その財源全体について、その、まあ、把握できる立場ではないから、うん、まあ、そういう財源については、まあ、政府与党がまず考えてくれというお立場だったように理解してたんですけど。それはね、はい。もう、数万人の、いや、10万人単位のキャリアがいて、それ我々ですね、40人足らずの野党と、政調の職員1名ですよ。それで、財務省や総務省と同じ計算しろって言ったら、それはなかなか無理だ。正直言って。ただ我々は敵対してるわけじゃないから何度でも言うけど、共に国民が今苦しんでるわけでしょう。手取りがなくて。給料30年ぶりにちょっと上がったけど、ガソリン税が増える、電気代も上がる、物価が上がる、これ国民の悲鳴ですよ。しかも今回は今まで選挙に行っていなかった10代20代の学生や中小企業の経営者や店長さん、それがなんとかこの壁を突破してくれ、よく政治がこんな問題に気がついてよくやってくれたと。今回の選挙はね、私画期的だと思うのは、相手を非難せずに、地味かもしれないけど103万円の壁やガソリン減税を愚直に訴えて、政策で選挙行動が変わったんですね、投票行動が。久しぶりじゃないですか。右や左に大きく触れてエッジを効かせてですね、極端なことを言って注目を浴びる政党もありますけども、ど真ん中の政策を愚直に訴えて、政策で国民が投票に行き、これをやってくれという結果が出た。で、たまさかですね、与党が過半数割れということで、これもある意味ですね、国民にとったら、これをぜひやってほしいという期待が上がるのは当然ですね。ここで国民の期待を裏切ったら、我々国民民主党にがっかりではなくて、日本の政治にがっかりすると思うんです。主権者国民だからね、国民の選挙で政治政策が本当変わるんだと、それを与野党を超えて実感してもらう、それがこの国の政治民度であるとか、選挙のレベルを私は上げていく大きな、これきっかけの選挙に
そして政治改革にですね、つながると思ってますから。私は自民党や公明党さん、財務省さんや総務省さんを敵だと思ってません。共に国民生活を向上させていく。そして当然ですけども、財源論もですね、ないがしろにせずに、どこで着地点を見出すかという当たり前の議論をしっかりとやっていきたいと思います。はい。